こんにちは。どうもどうもどうも、じゅんじです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はね、盛岡の月ヶ丘の方から滝沢のビッグハウスさんのところにね、美味しいラーメン屋さんができたつうからね、行ってみようと向かってきました。松園にあるね、大井町さんの2号店ということでね、大井町さん美味しいからね、楽しみに向かってました。前はここあれだね、あの姫神さんってラーメン屋さんの跡地ですね。なんでもね、札幌ラーメンが売りだって聞いてきたよ。札幌ラーメンで言えばやっぱり味噌がな、イメージはね。はい、着きましたよ、大井町さん。ビッグハウスさんの敷地内だからね、駐車場は何台でも大丈夫なのかな。札幌ラーメン大井町、期待大ですね。じゃあ行ってみましょう。それでは、アイドカン、お邪魔しまーす。何、こだわりが書いてらね、これ。札幌ラーメンのね、こだわり度。つくかつく。さてと、醤油、塩、味噌。あ、塩も気になるね。こないだ美味しかったからね。相方はね、もう一回来て食ったんだって。ネギ味噌ラーメン。だから今日は醤油丼、ライスだって。俺はね、やっぱり味噌だべ。ねえ、チャーシュー行ってみるかな。ね、この味噌チャーシュー麺。すいません。醤油ラーメンとライス。あだ、このチャーシュー、味噌チャーシューね、お願いします。はいと、こっちがね、相方が頼んだ醤油ラーメン。スープだけね、一口いただきまーす。一口だけね。あった。あ、おいしいね、醤油もね。はい、ありがとう。はいと、これがね、私が頼んだ味噌チャーシュー麺。なんかいい匂いだね。王道って感じだな。どれ、まずはスープからね。熱そうだね。いただきます。熱っ。ガツン系だ。俺は好きだね、この濃い口のね、味噌がたまりませんね。チャーシュー麺だとね、このでっかい豚肩ロースが3枚だよ。嬉しい。ドラドラドラ、いただきまーす。うまい。やっぱね、太麺がいいよね、もっちもちで。はい、ということでね、行ってきましたよ、滝沢市にある大井町さん。札幌ラーメン大井町ということでね、今回私は味噌チャーシュー麺いただきました。ガツン系だよ、ガツン系、濃い味のね。もちろんね、すぐ横にね、割りスープもあるからね、濃いなーっていう人にはね、助かりますね。札幌ラーメン第2世代っていうことですけどね、まあ私たちが食べてたのは間違いなくね、第1世代の札幌ラーメンなのかなと思います。もう味噌っていうイメージが強くてね、今の時代は醤油も塩も美味しいのがね、第二世代なのかな。おどっこ聞いてたらね、多分これ大きい中華鍋でね、作ってるようなおどっこだったね。もやしとニンニクを入れてね、ちゃちゃっと炒めて、あらね、鶏とブーちゃんかな、
だからすっごい取った後だしを入れて、あとね結構ラードも入れるからね、旨味もコクも甘みもあってね、熱々で美味しかったな。味噌はねどんな味噌だか分かんねえどもね、まあ合わせ味噌でねいろいろブレンドしてんだべえどもね、コクもあり結構ね濃い口に仕上げるの、これがね俺にはドンピシャだったな。上に生姜のすったのがねトッピングで乗ってきたんだけど、俺的にはねあんまり味変しなかった気がしたまあバカジラ加減がねバレんがねチャチューちゃんはね結構厚めでね、あのわらすん時食ってたあのロースハム、あれをね厚めに切って食ってるような感覚でね、これまだねイケティングでしたよ。今回はねオープンしたてということで、シンプルなメニュー構成でしたけど、これからいろんなメニューがね増えていくんじゃないかなと思ってます。松園の方のね大井町さんも常にこういろんなねラーメンをバージョンアップさせていきますからね。この間も言ったらね、俺好きだったね喜多方ラーメンなくなってたんだよね。やっぱりね美味しいのは残してさらにこうバージョンアップしてってくれると嬉しいかなと思いますね。ということでね、今回は滝沢市にできた札幌ラーメン大井町、札幌ラーメンの第2世代らしいよ、いただいてみました。ありがとね、ごちそうさま。